久しぶりです。どうも久しぶりです。はい、自分が、まあ、普通に体が疲れてる凝ってるっていうのもあるんですけど、はい、最近ちょっと痩せたい。去年の10月ぐらいからマシン使ってやるやつ始めて、はい、少し体重落ちたりもしてるんですけど、はい、お腹が出っ張ってるんですよ。ただそれの産後だからとか筋肉が弱ってるし、姿勢が悪いとか、はい、もろもろあってそういう風になってるんだろうなって思うので、はい、体をですね、はい、整えてもらってなんか教えてもらえたらいいなと思って。わかりました、はい、痩せたように見える、まあ、プロポーション改善というか、はい、やっていくことで代謝が上がったりとか、はいはい、ぐっすり眠れるとか、はい、ちょっと総合的にちょっとずつでもいい影響を与えられるようにしたいなと思ってて。わかりました。はい、ちょっとじゃあやってみましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、体をまっすぐにして寝てください、はい、ベッドの中心に体の中心を合わせるような感じで。はい、わかりました。右だと、はい、まあ、こんな感じ、はいはいはい、で左だとこのぐらい。ああ、いやいや右寄りですね。そうですね、右寄りですね、はい、右腰にちょっと違和感があるので、はい、なんか右に上がってんのかなって感じはするんですよ。はい、まあ、でも足の長さはそこまでずれてるわけではないですね。なるほど。こっちはこう引っ張って落ちやすい感じがあるけど、はい、こっちは落ちにくい。ここがなんか縮んでるせいかなって思う。まあそうですね。はい。ではまず筋肉緩めてから調整入ります。はい、はいはい、お願いします。まず腰からいきますね。はい、ありがとうございます。触った感じでもやっぱり右側の張りが強そうですね。はい、こっち側、はい、強さ大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、そこ、はい、はあ、体どうですかね。私は結構固まってると思いますよ、はい、そうですよね、はい、うん、痛い。ちょっと温まってきたんじゃないですか、はい、うん、そう言われてみるとすごい気がします。右がちょっと今押されて痛かった。はい、はあ、痛い。あ、痛い痛い。だいぶ内股強いですね。うん、内股強い。夫にね、すごいね、言われる。はい、こっちには行きやすいけど痛い。こっちが行かないですね。行かないね。ああ、ああ。あ、ちょっと痛みが減ってきました。はい。うん、
足もやっぱね、やられる側は気になってたなと思いますね。はい。ちょっとクロスします。はい、よいしょ。でもすぐには減らないですよね。まあそうですね。うん、赤ちゃん分が減ったとしても、うん、残った分が。いや、全然多いからね、そっちの方が。ではまたチェックしてみます。はい、こっちと、はい、こっち。ああ、さっきより下がってますね。そうですね。はい、だいぶ、うん、だいぶ左右差なくなってきてますね。うんうん、腰の違和感が減りました。はい、はい、ほとんど感じないです。肩も凝ってますね。いや、そうなんですよ。最近結構動画頑張って上げてるんで。はいはい。パソコン使ってるんで。多分ね、あの首が凝ってるせいだと思うんですけど、はい、鉄分とか足りてるはずなのに、はい、のぼせるんですよ、お風呂で。はぁ、クラクラするのを調べたら、なんかこの辺、この部分の皮膚とかが詰まってるというか、凝ってると、はい、そういう風になりやすいって書いてあったんで、はぁ、それかなと思って。血圧とかどうですか？血圧は多分問題ないと思います。妊娠中も問題なく。一回若干高いっていうのはあったんですけど、はい、取り直したら大丈夫だったから、あ、うん、引っかかってはないですね。はい。痛い。血圧が高い人もこの辺詰まりやすいみたいな。ああ、なるほどですね。うん、入っていかないですもんね、なんか。ちゃんと入ってない感じがする。
硬さどんなもんですか？結構硬いです。大丈夫ですか？一旦気持ちいい感じです。はい。多分前だったら叫んでましたね。あ、そう。はい、このぐらいで。へえ。じゃあ良くなってるんですね、前より。いや、そういうことじゃないんじゃないですかね。前より硬いから感じなくなってるんですよ。あ、そうなのか。はい。じゃあまずいね。まずいですね。あらまあ。これがほぐれてて痛くないだったら別にいいんですけど。はい。はい、硬くなってて感じてないんで状況は前より悪いです。あ、そうか。まあでも逆にその痛くないなら、はい、いけちゃうんでやりやすくはありますね、はい、あ、なるほどね、凝ってる時とか疲れてる時の方が受けてると気持ちいいんですよね。はいはいはい。いや、そうだ、私だってさ、はい、毎日オープンしてるんですよ。はい。赤ちゃん。はい、はい。赤ちゃんって言っても、まあもう1歳、もうすぐ1歳だから、まあ幼児ですかね。もう歩きます？ん？歩きますか？歩くというかですね、はい、あ、子供が。ああ、まだね、伝え歩きぐらいですね。歩くとしたら。歩くと結構筋力つくから、いきなり重くなりますよね。ああ、いや、でもしっかりしてきました、体が。もう、普通に、つかまり立ちしたりとかはよくしてるんで。はいはい。はい。体もだいぶもう、時々ちょっと手離したら、少しの間立ってたりみたいな、ぐらいにはなってくるみたいな状態です。で、重たいですよ、だから、ずっしり。重たいですよね。自転車で、はいはい、朝と帰りに、保育園の送り迎えしてるんですよ。はい。それでですね、保育園がね、3歳の子と0歳の子で、はい、行き先が違うんですよ。ああ、同じとこ入れなかったんですね。入れなくて、そうなの。それで、はい、結構バラバラなんですよ。はい。この途中で行けるとかみたいなのじゃないから、あっち行ってこっち行って帰る。あっち行ってこっち行って帰るってことを毎日しなきゃいけなくて。それは大変だ。しかも、朝霞って結構坂道が多いんですよ。あ、そうですか。そうなんです。それで、超きつい坂が、朝はね、特に、その、はいはい、帰りは別に急がないから、はい、そのルートじゃなくていいんだけど、はい、朝は時間ないから、その、時間を優先して考えると、その坂を登るしかなくて、はい、登ってるんですよ。あ、赤ちゃんおんぶして。なんで、きついんです。いやー、痛いそこ。そうなの。だから、肩めっちゃ凝ってると思います。だって10キロぐらいあるからね。3歳の子は、抱っこ大ですか？ね、抱っこっていうことあるけど、持ち上げさせるっていうふうにはあまり知ってこないから大丈夫ですね。ハグすればいいって感じで。うちの3歳はやっぱり第一子なんで、はいはいはい、まだ抱っこ抜けないですね。あ、そうなんですね、はい、上も下もいないから。あ、そっかそっか。私がもう重いから無理だよとかって言ってて、はい、なんか、それで納得してる感じですね。ああ。うん。なんか、寂しそうにはしますけど、はい、でも、まあ、抱っこはする。だけど、持ち上げるのは無理みたいな。それで納得してると思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。さっぱりしましたよ。はい、さっぱりした。さっぱりしてます。やっぱ、すっきりしたので、はい、やる気が出るっていう感じがしますね。そうですね。まっすぐになった感じするし、はい、億劫じゃないなっていう。多分、
いつもだとすぐ寝たいんですよ、はい、疲れてて、はい、なんかやる気がしないんですけど、はい、今だとなんか体が軽くて前向きになれてる感じというかそれの方が多分ダイエットとかもできると思います。はい、はい、そのやっぱり体を整えて、はい、まあ、しっかり働いて、そう、ね、うん、しっかりその生活して、うんうんうん、その人生を楽しんでもらおうというのが、まあ、ね、はい、生態の一つの目標じゃないですか。そうですね、はい、はい、であとやっぱりその姿勢を正すことによって、うん、ダイエットとかでどんなに痩せてても、うんうんうん、姿勢が悪いと、あ、あるある、ね、うん、やっぱりかっこ悪いんですよ。そうですね、はい、はい、だからしっかり痩せた時に正しい姿勢をとってもらった方がかっこいいですよね、やっぱり。なんかあと不思議と自然と今なんかこうお尻を締められてる感じがします、はい、あ、骨盤じゃないですか。うん、お腹とかも収まりがいいというか、はいはい、はい、良くなったなって感じがします。骨盤の位置とかを動かしたことによって、うん、まあ、内臓の収まりとかもちょっと変わってくると思うし、あとその受けたお客さんなんかで、はい、お通じ良くなったっていう方結構多いんですよ、うん、あと矯正入れた後よく言われるのは、はい、眠くなるっていう方は多いです。なるほど。だからまあぐっすり寝れるんで、うんうんうん、体も休まりやすいですね。こういうのがさっきちょっと話した自然治癒力を引き出すっていうことですよね。そうですね、はい、今の方がやっぱり風邪とかも引きにくいだろうなって感じはします、はい、ですね。良かったです、はい、はい、ありがとうございます、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。タノさんのチャンネルもリンクを貼っておきます。はい、タノさんのチャンネルの見どころなどありましたら。自分のお客さん強もみの人ばかりなんで強もみ動画を出してますけど、世の中の人たちは強もみ受けてギャーギャー騒いでる動画が見たいと思うんですけど、強もみ受けたい人が強もみ受けるとねリアクションなんかないんですよ。ギャーギャー騒ぎたい人受けに来てください。 YouTuber の方ぜひ丹野さんに大きいリアクションをね取って、はい、見てて面白いし、しかもさっぱりしますから、あの、うん、変にゴリゴリ揉んでるっていうんじゃ全然ないので、タノさんはちゃんと安静にやってくれる感じなので、ただ痛がらせようっていうのとは全然違う強もみなので、誰かリアクション取ってくれる方、はい、リアクション取ってくれる方ぜひお願いします。我こそはという方、タノさんに貼っときますので、はい、ぜひお問い合わせだとかね、はい、応募がありましたらご連絡をするようにしてください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、See you